あ、おはようございます。おはよう、伊藤君。おはようございます。そうか、あの、今日も入ってるのか。はい、入ってます。そうか、そうか。はい、ちゅうか、あれやで、あの、こんな早本でも大丈夫やで。あ、すみません、失礼しました。はい、はい、あれもう結構慣れたんじゃ、仕事。あ、まあ、そうっす、ちょっとは慣れたかなって。あ、そう。はい、あ、でも、あれよ、なんか、みんな褒めてたで。え、うん、なんか覚えんの早いしさ、はい、なんか仕事も丁寧や言うて。え、ほんまですか。うん、え、まあでも俺からしたら全然やけどな。あ、はい、いやいやいや、着替えてやる。はい、着替えてます。はい、おはよう、伊藤くん。おはようございます。おはよう。おはようございます。何、仕込みやってんの。やってます。えらいやん。いや、なんすか、もう完璧やな。いやいや、もう全然です。ホールとか特にやばいっす。いや、ホールってできるよ。いや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 、もう会計とかマジで怖くなって。会計な。はい、もうレジとか来たら結構怖いっす。ああ、レジでも。はい、言うてくれたら全然忙しい時でも俺変わんねん。マスか。うん、ね、その時教えるし。すみません、ありがとうございます。おそう、店長褒めてたで、伊藤君の。え、僕ですか。うん、なんか仕事できるよ。え、で、こっち先じゃなくて、はい、こっち先曲げる。おはようございます。おはよう。うわ、伊藤くんおるやん。なんすか、帰ろうかな、俺。なんでなんすか。なんですか。帰ろう、帰ろう。見といてや。はい。で、こっちちょっと覚えてる先。あ、なんとなく。こっちが先。はい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 、こっち先にして、では。おはようございます。雄大さん、また私のカゴに財布入れてましたよ。くせえ、マジでごめん。これで4回目ですよ。そんなに。そう、間違えてまうわ。おはよう。おはよう。おはよう、トーク。あ、おはようございます。まためハートなってんで。いやいやいや、そんなことないっすよ。いやいや、全然。え、仕込みどこまで終わってろ。いや、まだ全然。ちょ、小分けやって。あんたさ、コアピぐらいするかあったやろ。すいません。どんぐらい。全部全部すまないやん。すいません。そうなんですね。てか、雄大さんシフト出しました。あの、店長がグループラインって言ってたやつです。あ、繁忙期のやつ。あ、そうっす。あ、出さね、出さね。え、そうなんすか。うん、急に1ヶ月先のシフト出せって分かんないっすよね。いや、分からんし、全部罰出しちゃう。怒りよるし。マジっすか。あ、感じる。ちょうどいいっすね。いいね。じゃあ、お前、お前ら、お前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 、いやね、それも。じゃあ、お前、もう締め切り6時やからな、今日の。それ、間に合わんかったやつ、土日全部入れるから。ちゃうもん。あと少ないやつも、土日、強制やから。あ、もう帰って、後で持ってきて。誰って、ほんからもいいって言った。へぇー。よし、OK。終わった。じゃあ、あと、伊藤君。はい。帰って。はい、あの、店長に行かせて。あ、わかりました。よろしく。はい、すいません、これ、みんな書いてくれました、うん、あ、書いて、書いて、はい、え、伊藤君書いてんの。え、待てよ、ちょっと出してくれんと。あ、うん、これって、うん、書いたとこ全部それ通りになるって感じなの。いや、あれよ、先にさ、はい、みんなの休み把握しときたいね。ああ、そうなんですね。そうやね、はい、だから少ないところさ、はい、ヘルプ頼めるや。ああ、そういうことか。な、はい、あ、じゃあ、そう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 、あ、だから、はい、無理な日を、はい、絶対無理っていう日だけ罰。ああ、はい、で、それ以外は、丸にしといてくれたら。あ、わかりました。ね、はい、わかりやすいというか。とりあえず、そうそうそう、今入ってるのが無理だけなで。あ、予定よ。え、それがいけんの。他は、今のとこは。あ、いいな。とりあえずは。あ、オッケーオッケーオッケー。これで大丈夫です。あ、じゃあ全部丸しとくで。はい、あ、お願いします。オッケーオッケーオッケー。はい、あ、
お願いします。あ、ありがとう、ありがとう、はい、うん、伊藤くん、はい、ちょ、はい、休憩行こうか。休憩、あ、休憩ですか、うん、あ、わかりました、行ってきます、休憩いただきます。もしもし、はい、もしもし、お疲れい、やばいと、そうそう、でも今休憩中、なに、どうしたん、あのさ、来月のさ、言うたら旅行あるやん、あれさ、直樹、5日無理言うたやん、言うてた、言うてた、てっちゃんなしで、その6日にしようみたいなやつやん、うん、言うてたな、うん、でも直樹な、5日行けるらしい、え？え、めっちゃ暑い。できるようになったらしい。え、そうなの？だからな、もうみんな5日にしよう言うてて、おー、レンタカーも5日で取ってもらって、あ、え、熱っ、そうそうそう、え、待て、そうそうそう、俺5日バイト入れてもうたもん、は？そうやろ？いや、お前言うてたやん、俺まだ一旦わからんから開けといてなって、お前、うわぁ、やってるな、それは、お前、いや、休まれへんの、いや、さっキーシフト出したばっかりし、いけると思う。大丈夫だと思う。あ、何や、焦るわ。いけんの？うん、多分多分。あ、な、また、また言うて、教えて。オッケー、ありがとう。はいはい。はい。待って、 S、あざす。いい。店長、すいません。さっき出したシフト、間違ってました。来月の5日なんですけど、いやもうちょいでできるからちょっと待って、あ、はい、いや、そういうことじゃなくて6日罰でしたと思うんですけど、ほんま5日がダメで、え、5日がちょっと、あ、ほな6日で入れんの、あ、6日はだから大丈夫です、あ、6日大丈夫、はい、あ、6日大丈夫やね、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、うん、じゃあお願いします、あ、あ、いや、はい、お願いします、じゃあ、あ、仕事でできたよ、はい、はい、そっちは、おい、お、貼っとくから、はい、ユーダー、グループライン送っといて、はい、っす、え、ちょ、待ってくださいよ、ね、え、僕、土日入ってるじゃないですか、罰で出したでしょ、ユーダーやろ、少なかったら土日入れるって、は、いちょ、俺も罰んと書いてしまった、あらー、じゃあ、もうええから、グループ送っといてよ、はい、え、待って伊藤君、働きすぎやろ、え、えぐい、え、これ全部バレ出したん、うまい、え、これ、え、いや、店長が借りって言ったんだよ、いや、そんな言うてるけど、もうほぼ確定やからあんの、え、マジっすか、もう、え、いつか、すぎやろ、いつか、うん、5時からラストが入ってる、えぐい、きつ、え、何、予定入ってるの、ちょ、言ってきます、え、店長、ん、5日、シフト、罰で出したのに入ってるじゃないですか、僕の、え、うざ、ほんまに、え、いつか、はい、あ、ここ、あ、はい、ごめん、あ、バツ、はい、バツです、あ、ごめんごめんごめん、バツでもね、あ、オッケーオッケー、ちょっと待って、はい、しっくりつくね、あ、あかんわ、え、あかんか、あ、この日あれ3人しか出勤してないから、俺入れてさ3人やから、あ、無理や、いや、でもさっきバツでいけるって言ったじゃないですか、いや、いけるって、それはあれじゃん、なあ、シフト出すの遅かったやん、なあ、締め切りすぎてからそんなん言われても、こっちもなあ、どうしようもないな、うん、いいよ、じゃあ、あ、あれや、自分で代わりに探してくれたら、ん、あ、あ、全然いいよな、ほらほら、だってほら、5日の日、あの、伊藤君がな、みんな罰やん、今日ちょっと来てるメンバーちょうど罰みんなしてるから、ちょっと自分で聞いてみたい、え、これで確定ですか、シフト、え、え、うん、これ、うん、いやー、ええー、で、店長聞いてくださいよ、ええー、僕入りたてで聞きづらいっすよ、俺が聞くんわ、ちゃうんちゃう、いや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 、だってなあ、シフト間違えて出したもん、伊藤君の、なあ、なんかこう締め切り過ぎてから言うてきてても伊藤君やし、なんかそこはあれちゃう、もうちょっと筋通した方がいいんちゃ
な、ほら、あの、ようさ、雄大にシフト買ってあげてるやん。いや、もうそうっすけど。あ、だから、な、ほら、聞きやすい。な、いやいや言うてきたね。いや、もう、じゃあ、な、はい、行け行け。そうっす。な、ほら。あ、聞いてきます。すいません、雄大さん。お？どうした？てか、かわいそうやな、シフトな。クソ店長、マジでな。はい。もう俺が言うてるからな。あ、もう何かあったらすぐ言うて。はい、全然もういつでも待ってるから俺、はい、あの、来月の5日なんですけど、おうおう、シフト変わっていただけたり。あー、無理無理、言うてやるし。りょうさん、うん、何トーク、ういういどうした。あの、来月の5日なんですけど、おう、何や、あの、シフト変わってもらえないですかね。無理やわ。伊予さん、ん、どうしたん。あの、来月の5日って予定空いてたりしますか。おお、5日はい、シフト変わってほしくて。ごめん、大事な予定あるわ。あ、そうなんすか。うん、ほんまに過去一でめっちゃ大事な予定ある。え、どんな予定ですか。内緒。あ、あの、レイナさん。何？あの、来月なんですけど。さっと言って、さっと。あの、来月の5日って空いてたりしますか。え、私？はい。うん、空いてるけど、何？おお、ほんまですか。あの、シフト変わってほしくて。は？あんた私のことなめてんの。女の子の気持ちもてあそぶのもいい加減にして。みんな無理でした。変わってもらえなかったです。もうほなじゃあ入らなあかんな。あ、そんな早い。いや、それはだって代わり見つかれんかったらな。もうそれは自分で入る、潔くな。ああ、もうそれはもうなんやろな、まあここというか、まあ全社会人のルールやな。ああ、そういうもんや。まあでも俺も鬼ちゃうからさ。あ、ちょっと休み作ったのかな。ほら、ほらほら、ここちょっと人多いから休みな。と、こことこことここ、あ、ほら、4日も休み。感謝せえよ、ほんま。あー、シフト作り直すし、あー大変、あー大変な。みんな、シフト変更したから、ちょっと見といて。あ、了解です。だっけ。はい。え、24日空いてる。
いや、まあ一応休みにしてもらいました。え、ほんまに？はい。え、じゃあそっちはさ、はい、バイト買ってくれ。いや、その日は、え、でも大丈夫大丈夫、予定入ってない。いける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 、予定休みだ、空いてるから。ありがとう、店長行ってくるわ。いや、ゆうだいさん、いや変わってあげられへんくて。あ、いやいや、僕がもう予定ある日にシフト入れちゃったんが悪いんですよ。うん、そんな大事な予定やったの？いや、一応友達と旅行あって。あ、そうなんですよ。そっか、それはちょっと申し訳ないな。いや、もう全然大丈夫です。あの、ちょっとお詫びと言っちゃないよねんけど、はい、23日俺変わってあげるわ。いや、その日は店長に休みにしてもらったんですよ。うん、だから俺が代わってあげる。いや、だから休み。大丈夫、俺が代わりに休むから。あ、いや、大丈夫です。すいません。ありがとうございます。マジ大丈夫です。うん、え？あ、いや、ほんまに大丈夫です。ほんまに。すいません、大丈夫です。え？ミニオさん？30日、バイト変わって。ありがとう。ちょ、あんた、おい、何くよくよしてんの？レーナさん帰る？あ、いや、じゃあ31日変わって。お、え、ありがとう。何かちょっと変更言われたから、あ、変更しといてね。お前、ほんま毎日おんな。